じゃこんにちは、はい、さあ、ゆたかさん、開幕スタメンオーダー予想、はい、ここまでね、やってきましたけれども、ね、残り2カード、はい、セリーグは今日が最後です。なるほど。パリーグは、多分明日かな、出るのは、はい、ってなりますけれども、はい、DeNA 広島です。 DeNA な、はい、DeNA はね、誰を使ってくるのかっていうことが、うん、ちょっと難しいなっていうふうに。これは外野ですかショートですか。まあ外野もショートもだな、両方とも多分森内聞いたらみたいな思うかもわからないけども、はい、まあそういう選手も入ってる、はい、相手は栗と、ね、そうですね、はい、まあ、栗もいいな今年。そうですよね、うん、カープは栗投手で、はい、DeNA は東投手というところで、はい、じゃあそのまず DeNA のオーダーからちょっと予想していきたいんですけれども、はい、1番、うんうん、まあこれはもうオープン戦の時からずっと外れてない、はい、まあ、渡来で来るような、まあきっとそうでしょうね、うん、ライト渡来、でもすごいですね、ルーキーがこれだけずっとね打ってるって。まあそうだな、うん、オープン戦とはいえ大したもんだと思うよ。そうですよね、うん、なんかよく頑張ってるよな、うん、これが開幕した途端に疲れが出てこないようにな、いやそこが心配ですよね、うん、まあでも彼は体力的にもありそうだしな、うん、でなんかこうわーっと自分でこう上げることも、うん、なんか知ってるような選手だから、はい、多分大丈夫だと思うけどね、うんうん、はい、じゃあ1番は渡来選手、はいはい、2番ファーストオースティン、オースティン、うん、やっぱね攻撃的に来ると思うんだよ、はい、あんまりこう細かいことは考えないで、うん、前半戦いたいって思うんだったら、うん、オースティンが2番で来ると思う。へー、そうなのか。だからクリーンアップはいるっていうことだよ、ちゃんと。あ、そうですよね、うん、いますもんね。だからここら辺で、まあ渡来ね、出て盗塁も結構走ってんだよ、うん、はい、まっすぐ系できたらオースティンバカン行くからねいや本当に、うん、まあ変化球でも打つけどもさ、はい、でまっすぐ系が多くなってくるとオースティンの思うツボだからさ。そうですね、だからまあそういうふうに、まあ、考えて、まあ、2番オースティン、はい、で3番、うん、レフト佐野、はい、はい、うん、今年はねある程度固定でポジションつかすと思うんだよな。じゃあ内野行ったり外野行ったり、まあほとんどしないと思うよ、はい、だから外野一本で行くと思うから、はい、まあここら辺はね、まあ、佐野も今年状態良さそうだし、うんうん、まあ、3番をしっかり守ってくれるかなという、はい、で4番は牧、そうです、セカンドね、はい、で5番サード宮崎、うん、ここは鉄板ですね、まあ、ここら辺だよね、はいはい、さあここからですね、あ6番センター、センター梶原、梶原選手、はい、この選手は足も速いし、うん、長打も打てるし、はい、意外と率も残せるという、逆かな、率を残せるけど意外とパンチ力もあるという、だから体は大柄なんだけどさ守備力も高いしね、はい、だからそういう意味では、まあ、オープン戦の時も状態いいし、うん、梶原で来そうな感じがするんだよね。おー、センターで、俺は当初、うん、渡来梶原で来ると思ったんだけど、はい、オースティンがちゃんとしっかり入れるっていうんで、うん、オースティンを2番にした。で梶原を6番でオープン戦で使った時にやっぱ結果もしっかり出してんだよね、うん、だからこれはやっぱ三浦監督は悩むと思うよ、誰を使うかっていう。2番6番、だから関根とかもいるしさ、そうです、ね、桑原もいるしさ、だから誰をどうしようかなっていうのは悩むけども、うん、やっぱオープン戦の状態を見るとやっぱ梶原を使った方が面白いかなっていうふうには思うよね、うん、あとやっぱりその2番に梶原選手ではなくて6番に梶原選手したで2番にオースティンにしたっていうのも、うん、ここもなんか一つポイントがありそうですね。まあポイントとすればやっぱこうオープン戦の結果で梶原が6番の方が結果が出てるということだよね、うんうんうん、それとオースティンが2番にいるとやっぱり相手は嫌だよ、まあ、一発っていうのは一発もあるし、フォアボールも取れるだろうし、はい、そうなってくると強力なクリーンナップ、うん、勝負強いクリーンナップが待ってるということでさ、はい、だからそういう意味では梶原を6番、オースティンを2番の方が相手は嫌かなっていう、うん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 、なるほど、はい、さあそして7番です。ショート石上、石上選手、うん、おお、林選手ではなく、いや林とはあんまり悩まなかったな。誰とも悩んだ、京田、京田選手、京田はねやっぱりね実績あるだけにやっぱ安定感あると思うんだよ、はい、開幕の、はい、うん、ただそのやっぱあれだけ結果を出してる石上を、うん、今まで牧の代わりにセカンドで使ってたんだけど、うん、あまり打つから、うん、ショートの経験も差しに、はい、教育力で使ったりとか、うん、
そういうことを考えるとやっぱ使ってくるかなって思うんだよね。おー、大、まあまあまあね、本人も嬉しいでしょうし、うん、ただ悩んだのは打順だよね。どこに置くか、あ、これを7番で使うか8番で使うかっていう、はい、でも8番で使うんだったら、うん、ちょっともったいない感じがするんだよね、うん、石上選手はその7番にいることでどんな役割をしてくれそう。いや、もう今までがむしゃらに打ってほしいというだけで、うん、もうそこ一点だけ、もう そこだけだよ、うん、あとはしっかり守ってみたいな、うん、でも勝ってたら例えば守備固めに強打が出てきたりだとか、うん、まあ、林だったりだとか、うん、まあ、そうしてもいいよね。お、不慣れなら、はい、まあでも元々ショートもできてる方だからさ、はい、だからまあ使ってくるかなっていうふうには思う、ね、もう石上選手は大抜擢ですね、はいはい、で8番、まあ、山本、はい、キャッチャー、まあ、これはもう恋女房と恋女房だからねもう誰かの、そうですね、そうね、東のね、あ、そうですね、はい、だから山本を8番7番にしてもいいんだよね。うーん、こう実績から考えると、はい、そしたら梶原石上って左って並ばない。うん、だから山本が7に来る可能性もあるよね。あ、じゃあここは7、8が変わる可能性もある、可能性がある、うん、どうですか、変えなくていいですか。まあそうだな、まあ変えといてもいいよ、山本もバッティングいいからさ、うん、そうしましょうか、あ、そうしようか、うん、7山本選手の8石上選手にしましょう、うん、まあ、そうだな、はいはい、でピッチャー東と、はい、いうことだね、はい、はい、でここら辺でね、はい、DeNA は動きが取れる選手がたくさん入ってきたという、うん、渡来もそうだし梶原も足早いんだよ、はい、ね、まあ、石橋もそこそこだろうし、うん、だからそういう意味では動きやすくなった、少し重さからちょっと軽くなってきたかなっていうような感じがするよね。ずっと近年の課題でしたもん、まあ、課題だったけどね、うん、まあ、関根も桑原も動けるっちゃ動けるんだけども、うん、渡来なんか特別な足があるし、だからそういう意味では少し軽くなったかなっていう感じがするよね、はいはい、さあ対する広島ですけれども、はい、広島はね、うん、今年ねやっぱまだ軸が決まってない、うん、4番という軸が、はい、だからそういう意味では相手ピッチャーによってすごく変化してくると思う、打順が、お、もう臨機応変に動かすってことですか。それと相手のピッチャーの力量を考えての打順も考えてくると思う、うん、へえ、だからすごくこう周りから見てると落ち着かない打順になると思う、うんうん、ただ戦ってる方としてはその相手ピッチャーによっていいその 3,4,5 に変えてるだけだよっていうことも言いますもんね。そうか、じゃあこれは東投手だからだよっていうオーダーですね、はい、はい、じゃあまず 1番、はい、小園1番か、やっぱね3番昨年の最多勝でしょ、はい、ね、うん、それに対応するのにやっぱ1番ってやっぱすごく大事だと思うんだよね、うん、だから小園持っていくしか俺はないと思った。なるほど、考えてて。そうか、どうしてもまあ塁に出るとか打つとか、うんうん、やっぱ小園が出てきたら嫌だぞ、うんうん、嫌だぞ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 確かにそうか、うん、何としてでもまず塁に出る、本当はね、うん、安定的に3番で使いたいんだよ小園は、うん、ですよね。だけど相手が東っていうことを考えるとやっぱこっちの顔ぶつけていってあるみたいな、そう、新井監督だったらそう考えるんじゃないかなっていう感じがするんだよ。1番で勢いづけると、はい、小園選手、はい、で2番、うん、セカンド菊池、はい、まあ、何でもできるね、そうです、菊池を置きたい、はい、まあ、小園が出た場合に何しでかすかわからないというね、うん、まあ、そういう不気味さも菊池にはあるし、はい、そこを持っていきたい、うん、ね、はい、なんだよ、そっからです、いや、そっからです、そっからクリーンアップが気になって、いや、だから3番はファースト堂林、うん、堂林、それはいや、それはやっぱ堂林のバッティングっていうのはやっぱねいいよ、うん、それといいピッチャーを打てるバッターだよ、右バッターだよ、はい、うん、だからここら辺でやっぱ小園出る、菊池がちょっと何か仕掛ける、うん、で堂林で返すというね、うん、いうことを考える、そうやって東投手を崩していきたいですよね。そうだね、揺さぶりをかけたい、はい、で4番です、4番がレイノルズサード、やってくれますかね、いや、これは分からん、これ分からないでしょ、4番に、いや、まずはやっぱり取った以上使わなきゃいけないというね、そこなんですよね、うん、だからまあしょうがない、しょうがない、いや、まあ使ってみないとね、分からない、そうですね、もうそこ信じる、まあ、あんまり芳しくはないけどな、オープン戦のね成績っていうのは、でもやっぱ期待しないとな、取った以上は、そうですね、うん、ちょっとそこはもう信頼して、まあ、そうだね、ということですね、はい、で5番、5番はキャッチャー坂倉、お、
スタメンかぶって、まあ、ここら辺は4番が打たなかったらお前だぞって、うん、でお前がこう尻拭いしてやれみたいな、はい、まあ、それだけのバッティングをしてるしね、そもそもそうですね、坂倉選手、はい、で、はい、6番ライト秋山、ライト秋山選手、はい、はい、まあ、ここはベテランの秋山選手を6番にと、はい、はい、で7番、はい、センター上本、お、上本選手、うん、まあ上本がしぶといからな、うん、だからまあここら辺でやっぱ右をかましたいよね、うん、まあ、広島も左が多いっちゃ左が多いんだよ、うんうん、だから上本っていうのは貴重な存在になってくるしね、うん、はい、で上本4番でもいいんだけどね、うん、レイノルズ7番に下げてもいいんだけどさでもとりあえず、まあ、昨年ね上本も4番の経験あるし、うん、だからまあでもね開幕だしな、うん、まあ、そういうわけにもいかんだろう、まあ、そうですね、とりあえず開幕外国人ね助っ人に任せてみるっていうところですよ ね、まあ、そうだね、はい、で8番、はい、レフト田村もう大好きですよね、まあ、大好きっていうかさ、うん、やっぱこう将来を見越して、うん、でやっぱ責任を持ってもらうというかさ、うん、それはもう見事だぞ、あのホームラン2本の、うん、ね、だからまあ見事なホームラン打ってるしね、はい、相手が左だけども、うん、田村をね、うん、やっぱぶつけていきたいよね、まあ、そうですね、これはもう1年間やっぱ使うという、俺はね、うん、使うという意味で本来東じゃなかったら8番よりもっと上の上位に上げたいんだけども、うん、そうですよね、まあ、東ということを考えて、まあ、8番に置いてるけども、はい、まあ、そうだな、うん、まあ田村がライトか、うん、田村選手ライトで秋山をレフトかな、うんうん、まあ、そうですね、そういう布陣の方がいいかな、はい、はいはい、でピッチャー九里ということでになりました。だからここも面白いのがやっぱ DeNA っていうのは、うん、その主軸の3,4,5が決まってる中でのその上位と下位をどうするかっていう問題で、一方の広島はその3,4,5がその主軸は決まっていない中でのこの布陣っていうのがまた対照的ですよね。まあそうだな、うん、でね、東っていうのは牽制もうまいんだよ、うん、その中でも広島が動けるかどうか、これはやっぱりちょっと一つのポイントになるかなっていうような感じはするけどね。うん、走りができるのか、それともスタート切れないのか、どうか、まあ、そうだね、うん、まあ、DeNA は渡来が勢いをつけるかどうか、はい、つけたらやっぱオースティン、佐野、牧、宮崎、うん、ここら辺を警戒するともうちょっとピッチングにならない可能性も出てくるしね、うん、でも状態がいい九里がどこまで抑えてくるか、はい、まあ、そうだな。で東も、まあ、昨年ね、はい、最多勝とか取ったけども、うん、疲労がどうなのかとか、うん、そこですよね、まあ、そこら辺がねどう出てくるのかとか、うん、抜けてたらいいけどな。ですよね、だから今までそのエースと言われていた今永投手と、そしてあのね、あのバンバン投げてくれたバウアー投手がいなくて、やっぱり自分が今年は背負って、まあ、柱だからなという、そのプレッシャーとかもあるでしょうし ね、まあ、そうだね、責任も、うん、でクリはなんか球速を上げるために、はい、まあ、今年キャンプで取り組んでたことがね、うん、まあ、この試合から成果が出るかどうか、はい、まあ、楽しみだね。そうですね、はい、DeNA 対広島は、横浜スタジアムで18時30分プレーボールです。はい。